それでは新型コロナウイルス感染症の発生について発表させていただきます。昨日2月の18日県内におきましては236名新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名及び都道府県名の内訳を公表させていただきます。徳島市116名、鳴門市28名、小松島市8名、阿南市6名、吉野川市6名、阿波市2名、美馬市9名、三好市2名、石井町10名、南町2名、海陽町1名、増毛町10名、北島町12名、藍住町6名、板野町4名、上板町7名、鶴木町3名、東三好町3名、大阪府1名となります。また主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者が63名、クラスター関連が46名となります。その他感染者の年代や症状の程度など詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願います。それではこれを受けまして、徳島アラートに関わる指標を発表させていただきます。指標は2つ。まず最大確保病床の使用率263分の85、 32.3% となります。次に2つ目、重症者用病床の使用率引き続き0となります。本日発表の医療機関職員のうち1名につきましては、県立三好病院に勤務する職員となります。なお当該職員につきましては、感染可能期間中に勤務をしておらないことから、院内に濃厚接触者はいない、このように判断され、病院職員及び入院患者さんに対する検査は行っておりません。また院内感染の可能性がないと判断し、救急外来入院の受け入れについては通常通りの運用を継続をいたしております。それでは続きまして、この度新たに発生が確認をされた3つのクラスター、こちらにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。まず111例目のクラスターにつきましては、これまで発表しておりました8名に本日発表の15名を加えた23名の感染者が1つの児童等利用施設において確認をされ、この施設において感染が拡大をした可能性が高いことが分かりました。このことから、この23名に二次感染の2名合わせた合計25名の関連クラスターとして本日認定する運びとなりました。続けて112例目のクラスターにつきまして、これまで発表をしておりました7名の感染者に、本日発表の2名を加えた9名の感染者が1つの、こちらも児童等利用施設において確認をされ、この施設において感染が拡大した可能性が高いことが分かりました。このことから、この9名に二次感染、5名を加えた合計14名の関連クラスターとして本日認定することとなりました。最後に113例目のクラスターについて、こちらもこれまで発表しておりました1名の感染者に、本日発表の4名、こちらを加えた計5名の感染者が1つの事業所において確認をされました。この事業所において感染拡大した可能性が高いということで、この5名をクラスターとして本日認定する運びとなりました。ということで、その3例をこうした形で一覧表にまとめさせていただきました。111例目が児童等利用施設関連クラスター、利用者が19名、職員が4名、二次感染2名ということで、合わせて25名ということになります。
続きまして112例目児童等利用施設関連クラスター、利用者が5名、職員が4名、二次感染が5名、合わせて14名の関連クラスター。また113例目会社クラスター、こちらは社員の方5名ということになります。よいしょ。なおいずれの施設および事業所につきましても、感染者と接触した方把握されていることから、条例に基づき現時点では施設および事業所の名称および所在地の公表については差し控えさせていただきます。また県内の児童等利用施設における感染事例の多発、これを受けまして、施設における感染防止対策のより一層の徹底を呼びかけているところでありますということで、このチラシ、子どもさん向けに新型コロナウイルスに気をつけようということでね、豚さんがうがいしてたり、熊さんが手を洗っていたりね、ペンギンさんが換気、あるいは犬さんが消毒をしましょうということで、そしてこちらは保護者の皆さん方への呼びかけ、基本的な感染防止対策をお願いをしますということで、今非常に家庭内感染増えている、家族が新型コロナウイルスに感染したかもしれない、つまり何らかの有症状者の方がおられる、そんな時は看病する方を決める、マスクができる場所では家の中でもマスクをつけて過ごしていただきます。その際のマスクは不織布マスク、こちらが奨励をされていますという形で、このチラシといいますかね、絵模様、こちらの方を配布をさせていただいております。これは各市町村の方に配布をさせていただくとともに、各施設からご家庭の方にも配布をお願いをしているところであります。それでは続きまして、これまでのクラスターに動きがございましたので、こちらについて順次一覧表でご説明をさせていただきます。まずはこちらをご覧をいただきたいと思います。79例目、社会福祉施設関連クラスターということで、こちらにつきましては利用者が5名、職員が2名、合わせて7名を加え55名の関連クラスターに。94例目高齢者施設関連クラスターについては、利用者を1人を加え88名の関連クラスターに。104例目児童等利用施設関連クラスターについては、二次感染の方1名、同居のご家族加えて17名の関連クラスター。また105例目児童等利用施設関連クラスター、こちらも二次感染、同居のご家族1名を加えて14名の関連クラスター。続きまして今度は107例目、こちらは社会福祉施設クラスターということで、利用者5名を加え34名のクラスターに。108例目小学校関連クラスター、こちらは二次感染1名、こちらも同居のご家族加えて16名のクラス関連クラスターに。また109例目児童等利用施設関連クラスター、二次感染1名、こちらも同居のご家族加えて8名の関連クラスターに。そして110例目屋内スポーツ関連クラスター、こちらは参加者の方がお1人、そして二次感染1名、こちらはご友人の方合わせて2名、12名の関連クラスターへと大きくなっているところであります。さて昨日の全国の感染状況ということでありますが、8万7723名となりました。厚生労働省のアドバイザリーボードにおきまして、全国的には減少の動きが見られる、このようにされておりますが、しかし8万人台、高水準の人数となっております。そして本県におきましては、本日公表の新規感染者数236名、これで4日連続で200人台記録することとなりました。
2月の10日に公表した330名という突出した数字こそ出ていないものの、高止まりの状況が続いておりますので、引き続き高い緊張感を持って状況を注視いたしてまいります。また本日公表の感染者のうち、家庭内感染が75人、実は過去3番目に多い数ということで、全体に占める割合も 31.8%、 依然として高い比率となっておりますので、1月以降第6波の家庭内感染、その推移をご覧をいただきます。ということで、これを見てもう一目瞭然ですね。一番高かったのがここ、2月の10日の107人、2番目に高かったのが16日、78、そして今日発表の75、これが多い3つということですが、これを見ていただくと、51名を記録をした、これが27日、1月ですね。ここ以降、1つ30日、15名という少ない事例がありますが、それ以降は一番最低が44、40代、50代、60代、70代、そして100を超えるものと、多くの家庭内感染、これが全てと言っても過言でないところであります。では、そのシェアはどんな感じだったのか、これを見ていただくと、こちらも一目瞭然ですね。1月中 27.4% であったものが、2月に入って 31.9% と、非常に増えている、シェアも高い。これがこの高止まり、それの大きな要因ということになります。つまり家庭内感染を抑えない限り、この数を減らすことは難しいということになります。そこで、動画でお示しをしたり、ボードでお示しをしたりということがあるわけでありますが、まあ、ぜひこちら、もう一度ご覧をいただきたいと思います。先ほど、児童等利用施設、こちらもクラスターが多発しているということで、児童生徒の皆さん方用に、あるいはご家庭用に、分かりやすいチラシ作らさせていただきましたが、もう少し詳しくなったものがこのボードということで、感染が疑われる方、症状のある方が家にいる場合の対応、まずはその方とのお部屋を分ける、ワンフロアしかない場合には間仕切りをきっちり作って2メーター以上のソーシャルディスタンスを保っていただく、そして重要なのはこの後の2つ、お世話係はできる限りお一人に、そしてその方が感染防止対策をしっかり行って対応していただく。それから家の中といえども、有症状者がある場合、この場合には全員がマスクをつけていただくと。児童の方はなかなか難しい。でもできるんであればつけていただきたい。実は家庭内でもらって、それを児童と利用施設へ行って広げてしまう。その逆もあるわけなんですけどね。そうしなければなかなか200台を割るっていうのは難しいのかもしれません。そして次に、普段からの対応としてポイントは5点。やはり基本的な感染防止対策と言われる手指消毒、手洗い、あるいはうがい、換気をこまめ、また手で触れる共有部分の消毒、また汚れたシーツ、衣類の洗濯、重要なのはゴミ出し、ゴミを収集していただく皆さん方の感染防止のためにも、必ず口をしっかりと縛って、そしてお捨てをいただきたいと思います。それでは今日はそれ以外に盛りだくさんに発表をさせていただきたいと思います。まあ、県議会の本会議があって発表が少し止まっておりましたので、それでは本日ここで4点以下申し上げてまいります。まずはブースター接種、そのワクチンの種類による効果の点についてであります。昨日、厚生科学審議会、こちらの予防接種ワクチン分科会副反応部会の方で示された新型コロナワクチンの交互接種の効果についてであります。2回目ワクチン接種しても、ファイザーでも、あるいはモデルナでも、発症予防効果については、デルタ株、あるいはオミクロン株に対しても、時間とともに低下をしてしまう。また60歳以上の方には、重症例の発症率が
59歳以下の方々と比べて時間の経過とともに格段悪化するというデータも示されております。しかし期を延ばすことなく追加接種、3度目の接種を行っていただくことで再び重症化はじめとするリスクを軽減することができるんですね。ということでこちらをご覧をいただきたいと思います。その審議会で出された資料ということなんですね。例えば初回1回目2回目をファイザー打ちました。まあ、ともにこれファイザー打った人たちの事例、国内の事例なんですけどね。追加接種3回目を例えばモデルナを打ちましたということであれば、接種前と接種後とで抗体価、抗体がどのくらい上昇したのか、なんと 67.9 倍。3度ともファイザーで行った場合には 54.1 倍。この差は 1.5 倍。つまり1回目2回目ファイザー、3度目をモデルナ打った方が3度ともファイザーを打つよりも抗体のできるその量というんですかね、5割増しになる、より効くということがここに表されたところであります。あくまでも以前外国の例、アメリカの事例を申し上げましたが、今回は日本国内の事例ということとなります。ワクチンの種類にかかわらず早期にまずは追加接種を受けていただくことが重要ということで、県におきましては県央部あるいは県南部県西部、皆様方の身近なところで大規模集団接種、こちらを開設をしております。ぜひご自身の身を守るためにも早期の追加接種、こちらの方をお願いをしたいと思います。次に2番目、今度は教職員の皆さん方へのワクチンの追加接種についてのご報告です。先日もご報告をさせていただきました。今11歳以下の方にはワクチンが打てないということがあって、その意味でも感染防止を行うために幼稚園、小学校あるいは特別支援学校、その教職員などの皆さん方にいわゆる接種券がなくても6ヶ月を超えたら打てる前倒しの追加接種、実は今日から県主導の大規模接種会場でスタートを切りました。対象となるのは国公立私立の幼稚園、小学校の教職員など、また国立県立の特別支援学校の教職員などのうち希望者3030人を追加接種実施をさせていただきます。初日となる本日は徳島市内の駅前アミコ東館において480名の方が追加接種を受けられるご予定となっております。次に3番目、今打てないと言っていた特に5歳から11歳の新型コロナワクチンの接種について発表をさせていただきます。5歳から11歳厚生科学審議会におきまして、公費負担となる臨時接種と位置づけられ、3月から接種が開始される方針が決まりました。また日本小児科学会の方からも健康な子どもさんへもワクチン接種には意義があると、こうしたご意見が出されたところであります。まあ、こうした状況の中、本県におきましては県、市町村、医師会など関係機関が連携をいたしまして、お住まいの市町村のエリアにかかわらず県内どこの医療機関でも接種できる広域接種体制、こちらを構築させていただきましたということで、それぞれ小児科を中心とした県内63の医療機関で3月の7日月曜日から各医療機関の日程に応じ接種が開始をされる運びとなります。対象となる方々については2月中をめどにお住まいの市町村から接種券が届けられることとなっております。予約受付につきましてはこちらボードを用意しました。5歳から11歳の新型コロナワクチンの接種についてということで、2月の28日月曜日となります。午前8時半から受付スタート
コールセンターの方ではフリーダイヤル 0120-003-820 003-820、受付時間は朝の8時半から夜の20時、土日祝日も受付を行います。またウェブサイト二次元バーコードも用意させていただいておりますが、ウェブサイトからであれば24時間 OK ということになります。なお感染全体に占める子どもさんたちの割合が非常に増えている。今日発表の中でも未就学児が27名、実はこの数は過去2番目に多い。次に小学生、こちらも27名、これも過去2番目に多いということになっておりまして、そのことでも2つ児童等利用施設で今日新たにクラスターが出た。なんとクラスター17個目ということになりまして、1月に入ってなんと児童等利用施設今日の2つを加え17にもなってしまいました。その意味でも今回の5歳から11歳へのワクチン接種、ぜひ前向きにお考えをいただきたいと思います。続きまして徳島県事業継続応援金についてご説明をさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症第6波となりまして、厳しい経営環境に直面をされている県内の中小小規模事業者の皆さん方、また個人事業者、この中にはフリーランスの方も加えております。その皆様方の事業継続を支援させていただきます。給付対象となるのは県内事業所を有する中小法人およびフリーランスを含む個人事業者の方でありまして、感染防止対策の徹底と事業継続に取り組んでいただいているすべての業種の皆さん方が対象となります。ということでこちらを少しご覧をいただきたいと思います。徳島県事業継続応援金ということでありまして、徳島県独自の支援制度となります。まず給付対象ポイントの1のところ、全業種が対象になります。そして令和4年の1月または2月、いずれかの月の売上、いずれかなんですね。そして平成31年1月以降の同じ月、例えば令和4年の1月を選んだ場合には平成31年の1月と比べていただいて、 30% 以上売上が落ちている事業者の方が対象となります。そして県内に事業所を有する中小法人、あるいは個人事業者、フリーランスの方を含みます。では給付額はどうなるのか、法人と個人とで分けさせていただいております。給付額の算定式がこちらにあります。今申し上げた基準期間、その売上の合計、例えば令和4年の1月と平成31年の1月を選ばれた方はそれぞれのところですね。まずは基準期間、その売上ですから、今回の1月の部分ですね、1月から2月かな、書いてあるね。まずは基準月となる、失礼しました、基準期間というのが平成31年から令和3年の今申し上げた1月を選んだんだったら、その1月の売上の合計、1月と2月ですね。そこから対象月、例えば1月と2月31年選んだとしても、比べるのは令和4年の1月、この部分を2倍をしていただいて引いていただきます。そして個人としては20万円これを限度、また法人としては40万円を限度とさせていただきます。また対象月、この例えば令和4年の1月なんですね、ここにつきましては時短要請の協力金などがもしあった場合、今徳島じゃないですけどね、その場合は売上に含めさせていただきます。次に申請の期間、一体いつからなのか、1月の実績、今すぐで申請可能とするために2月の24日の木曜日からポイントですね、今月24日木曜日から
5月の31日火曜日まで申請可能ということになります。なお、お問い合わせにつきましては、徳島県事業継続応援金コールセンター 088-603-8232 088-603-8232 番、またしばらくの間、つまり申請がスタートするまでの間のいろいろなお問い合わせにつきましては、徳島県の商工労働観光部088-621-2069-2316-2320、こちらの方にお問い合わせをいただければと思います。なお、お問い合わせの当面の時間は午前の9時から午後7時まで、土日祝日を含みます。申請期間である2月の24日からはコールセンター、こちら1本にまとめさせていただければと思います。そしてポイントの3、全国知事会から度重なる要請でようやく出来上がりました持続化給付金、これに続く後継となる国の事業である事業復活支援金、これとの併給が可ということになります。算定は少し県とは違うわけでありますが、この国の事業復活支援金、例えば5割以上売上が落ちた方、個人の場合50万円ですから、県の20万ともし合わせれば最高70万、また法人、まあ多い数としては年間売上高1億円以下の皆さん方が多いかと思いますので、50% 以上売上が落ちている場合には国の支援金が100万円、そして県からマックス40万ですから、合わせると140万円最大支給ということになりますので、まあ、こちら今口で申し上げたところでありますが、県のポータルサイト、こちらの方にも載せさせていただいておりますので、ぜひ参考に、また少しわからなければ先ほどのコールセンター、あるいは商工労働観光部の方にお問い合わせをいただければと思います。そして国の事業復活支援金、こちらもこうした形で分かりやすくまとめさせていただいておりますので、こちらも参考にしていただければと思います。そして最後に高校入試について少し申し上げていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症への対応についてであります。来週の21月曜日、22火曜日、願書の受付を行う公立高校の一般選抜につきましては、来月の8日9日に実施する予定となっております。ということで、万が一入試当日新型コロナウイルス感染症により受験ができなくなった方、例えば陽性の方、濃厚接触者に特定をされた方、受験当日の朝に 37.5度以上の発熱のある方、この方々は受験できないと明示をさせていただいております。ただし濃厚接触者につきましては、受験前日までに行政検査の結果が陰性かつ受験当日無症状である方、または行政検査結果が得られていない場合には、抗原定性検査キットで陰性を確認をして、かつ無症状である方、加えて抗原定性検査キットが入手できない場合、発熱、咳などの症状がないことを十分に確認をした方につきましては、別室受験を可能とさせていただきます。3月の8日、9日当日受験ができなかった方、まず3月10日木曜日に行う水検査、水面接、こちらを受けていただきますということで、こちらが分かりやすい一覧表ということですね。まず今申し上げた入試当日に受験をできない方3パターン、そして3月の8、9と一般の選抜、これがございます。ただ今申し上げた濃厚接触者、本当はダメなんですね。しかしであって陰性かつ
無症状の方は別室受験がこの日に可能となります。ではこれも受けれなかった方については3月の10日追検査追面接を行わさせていただきます。また3月の23日にはさらにこのできなかった方、この日にもやはりこうした形でダメだという方については特別の追加検査、特別の追加面接、こうした形で2段備え、3段備えで体制を整えさせていただいておりますので、受験生の皆様方につきましても、まあ、学校の方からもご説明があるかとは思いますが、このコロナ負けることなくしっかりと実力を試験本番あるいは追あるいは特別そうした試験の時に発揮をしていただければと思います。私の方からは以上です。よろしくお願いいたします。それでは感謝四国放送からどうぞお願いします。まあ、感染者の中で公務員の方5人いらっしゃるんですが、はい、可能な範囲で言えることを教えていただけますか。はい、今日公務員の方々感染者の中で5名おられるわけでありますが、この皆様方の属性ということであります。この皆さん方その中でまず4名の方、この皆さん方が徳島市役所の方、そしてもう1人が板野西部消防組合の方、合計5名ということになります。徳島市役所の4名の方というのは同じ場所でしょうか。まあ、この辺りも同じ場所とは聞いておりませんが、市役所の方から発表があるかと思います。次小中高は4名からあれですかね、休校の話ですよね。はい、はい、では小中高休校の状況についてお話を申し上げます。今日現在合計38校が休校となっています。内訳、公立が37、国立が1。内訳申し上げます。はい、小学校が28、中学校が6、高等学校が4ということになります。今日確か療養者数であるとか自宅療養者の数が多分過去最多を更新していると思うんですけども、自宅療養増えている、療養者が増えていることについてどのような検討して、メッセージといいますか、はい、対応というかいますでしょうか。それじゃあ今日、自宅療養確かに過去で一番多いということになります。また自宅療養者数が1297ということでね、過去一番多いということですが、このオミクロン株の特徴ということがあって、今日も236人出ておりますが、軽症が201、無症状35、中等症以上は0ということでありまして、その多くの皆さん方がまず希望を言っていただけると。それ先ほど申し上げたように、例えば未就学児が27、小学生27、これだけでも54名、さすがにこの皆さん方を宿泊療養させるということは難しいですよね。でさらに実は中学生、高校生、大学生など加えても11名おりますので、この皆さん方含め30代以下の方々134名、約6割ということで、こうした皆さん方もできれば家庭で、そして家庭内感染、過去3番目に多い75人ということで、できればもう家でという場合が多いんですね。実は、本県の病院の関係もちょっと先ほど申し上げましたけど、大抵はもう家庭内でもらってきて、で濃厚接触者となって出勤できてないということがほとんどということでありますので、そうした場合も皆さん方ご家庭で療養されたり何かするということになりますので、我々としては療養の体制、これをこれまでもしっかりと取らせていただいております。そして県としての体制強化、もともと1月の21日までは4名体制で対応していたわけでありますが、こちらにつきましても今では入院調整、こちらの方では50名体制になっておりますし、さらに
マッチングをしていくということで、県の医師会からのリエゾンが1名、また県看護協会、県薬剤師会からもそれぞれ1名、この自宅療養への対応ということで、バックアップ体制しっかり取らせていただいておりますので、さまざまな支援物資などについてもご希望の方に対しては、お寄せあって翌々日までにはお届けをするという形を今もきっちりと取らせていただいておりますので、そうした意味では、まあ、安心をしてと言いますかね、なるべく心安らかにご自宅で療養をしていただければと、このように考えます。今日は新たな感染の中で、まあ、会社というのがあったんですけども、まあ、クラスターですね。クラスターですね。はい、あ、すみません。クラスターの、まあ、もし可能なんで、まあ、感染予防の観点からですね、例えばこう前ですとこうパソコンを使い回してたとか、そういうまあ予防的な意味での感染原因とか、もし言えることありましたら。はい。まあ、今回、久方ぶりに113年目ということで、会社クラスター、まあ、こちらが出て、会社員5名。この方々がということが分かりました、まあ、そうした意味ではこの、まあ、事業所に対して積極的疫学調査なども行うところであるわけでありますが、まあ、今回の場合やはり長時間にわたって共用する空間で業務に従事をされていた。そしてポイントはここですね。業務をついての会話あるいは会社の寮で生活している人がおられたということで、何らかの例えばマスクなどがなくてですね、接触をした、こうしたことが実は確認をされているということで、まあ、そうした要因が複層的に重なったことで今回5名職場で出てしまったということがありますので、ちょっとでもこう気を緩める、まあちょっとの時間マスクなって会話したっていいじゃないとかですね、あるいは寮でちょっと一杯やるのにでつい飲んで声も大きくなってマスクつけるの忘れちゃったみたいなね、ちょっとしたことでこの広がるというのがこのオミクロン株の恐ろしいところでありますので、ぜひそうした点決して恐れすぎる必要はない。しかしちょっと気を緩めてしまうとかかっちゃう、ここの点ですね。これでご本人が例えば若くて気を症がない、自分はもう大体4日ぐらいで退院できる、でもそれだけで済まないですね。例えば同居のご家族がおられたりして、で子供さんに、あるいは親御さんに、その方々が高齢者だった、既往症を持ってた、そうすると場合によっては重篤化する、こうした可能性もありますので、自分だけは自分かかっても大丈夫、それはちょっと考え直していただいて、やはりお一人お一人が感染をしないことが周りの人たちを守るということにつながると、まあ、こうした点をぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。あと、まあ、最近オミクロン BA1 からですね、はい、BA2 っていうのが東京とかで出たりとかしてますけど、県内ではもしこう出た場合っていうのはどのように分かるのかというのとですね、まあ、そういう可能性があるのかとか、今まで、まあ、多分ないと思いますけど例が出ているのかもしあれば教えてください。今の段階で把握はしてないのと、まあ、我々として今ゲノム解析次世代シーケンサーこちらをやっておりますから、こうした中でそうしたものが発見をされてくると、まあ、まだまだ一部大都市の東京とか一部のところでしか見つかっていないということがありますので、まあ、これもそうね遠くなく広がるということであれば当然来るということもあり得るでしょうし、ただそれはゲノム解析で分かるということになります。各社さんお願いします。どうぞ。直近1週間の新規感染者数444人、これを過去最多になります。はい、直近1週間の新規感染者数過去最多となります。読売新聞ですけれども、隣近くでいうと香川県だったり過去最多を更新したりだとか、これまでのちょっと若干トレンドはどうなのかなという思う事例があったりするわけですけれども、徳島含めてこのような今の状況どのように。はい、まあ、一昨日岸田総理の方から、まあ、全体に感染このあたりが鈍化していると、そして3月の頭から水際対策これを緩和していると、で今国会の中の議論の中でもその枠をもっと広げるべきだ、
で実は今日本は世界中から避難をされているんですね。で国内の中だけでいるとわからないところでね、これだけ感染をしてるんだから水際対策を強くすべきだっていうなってるんですが、今諸外国では全く状況が違ってる。それとちょうど日本でいうとこの年度替わりがもう来ようとしているんですね。じゃあこれによって何が起こってるか、実は海外の日本へ留学をしたいという学生さんたち、あるいは技術実習生の皆さん、日本へ行って技術を学んでまた身につけて、そして自分の国へ貢献したい、こうした人たちが一切入れてないんですね。でこの間2年間例えばもう全然無理ということで、今日本に留学する、日本へ技術実習に行く、もうやめようか。で実際にニュースで出ていましたけどね、インタビューで、じゃあもう近いから韓国行こうかとかですね、違うとこへ行くと。でせっかく日本語もね堪能になって、で日本の友達ともネットでいろいろ意見交換して、もう待ってるよと言われてると。それ日本の受け入れる大学でも学生寮ガラガラということで、今3500名としている1日あたりのいわゆる水際対策、総理は5000名というふうに言ったんですね。しかし今待機をしている留学生15万人以上いる。じゃあ1日5000人でもし留学生だけ入れたとしても、とてもとても4月の新学期まで間に合わないですね。ということで今国会審議の中ではその人たちの希望をねどうするんだと。で今海外では確かにオミクロン株感染は強い、しかし重篤化はしないと。もうそろそろ今言ったような人の動き、経済、これを考えないと終わってしまうということで、海外ではさまざまな動きが出ている中で、日本は固くなり水際対策強めるんだということで、今海外から日本なんと言われてるか、鎖国って言われてる。まあそれもあって岸田総理の方からそろそろと。で今回実はまん延防止等重点措置2月の20日までのところを、本来だったら大抵延長する場合は3週間延ばすんですね。今回は3月の6日まで、つまり2週間にしたんですね。これはそうしたところもあるということで、今ピタッと3月の6日に期限が揃ってるんですね。和歌山が延ばしてもらいましたんでね。ということで今言われているのは3月6日、ここを一つのターゲットとしてそろそろと。というのは例えば今日徳島、この徳島アラート先ほど発表させていただきましたが、確かにこれだけ200人台、251から始まってですね、48、42、そして36と。しかし、じゃあ、おそらく病床逼迫してんじゃないか、心配をいただいている方も多いかと思うんですが、まあ、このあたりも入院調整、ドクターの皆さん方がきっちり対応していただく中で、実はこの病床使用率、今、徳島アラート、レベル2後期、35% 以上が適用。また重症病床は 30% 以上、これが実はアラートの後期の基準なんですね。しかし今4日連続でこの病床使用率 35% を下回っている。しかも順々に落ちている。4日前が 34.6、 3日前が34.2、 それから昨日これが 32.7、で今日が 32.3、 ずっと落ち続けてきてるんですね。それで軽症が201、無症状35。これでも分かるようにそろそろこの対策フェーズを切り替えるべきじゃないか。実は分科会の中で尾身会長さんから今回のまん延防止等重点措置延長と解除と、これを決めるにあたってそもそも反対だという委員が2人おられたと直接言われてたんですね。やはりオミクロン株というその特性をもっともっと理解をして国民の皆さん方に知らせるべきだと。海外はそれがみんな国民の皆さんと共有されて留学生たちも入れていこうとか、あるいは人の動きをある程度させていくと、もちろん感染防止対策はやっていくんですよ。まあ、そうしたことが指摘をされていて、日本だけが少し違う行動をとっている。
まあ、海外からは批判もされてきているということがこれありということでありますので、やはり我々としても先ほどのワクチン接種、いよいよ3月7日から本県においても5歳から11歳始めるということにもなるし、あるいは保育の場、あるいは小学校、幼稚園、こうしたところであれだけの数がやっぱり出ていると。で、教職員、あるいは給食センターの皆さん方、司書の方、関わる皆さんですね、まあ、接種を行う。もう保育士さんたちはもうすでに行う。今日から幼稚園、小学生の皆さん。さまざまな対策は取るわけですが、この数といった点ですね。で、実は最初からこのオミクロン株の特性を見て、あまりこの数というところにこだわりすぎない方がいいのではないかと、国の方からも言われて、国のアラートの考え方を変えたんですね。前はステージと言っていた。それで最初にまずは、直近1週間の感染者の数がどうだ、こういったところから入ったんですね。今は全部その数を飛ばしちゃった。ただ参考までに何人ということは必ず申し上げますよね。それよりもやはり病床の逼迫、これをしっかりとコントロールすると。まあ、東京、大阪は確かに大変な状況になっているわけですが、それ以外あまり多く出てこなかったところ、まあ、そうしたところについては病床の逼迫といった具合、このあたりもまあかなり安定をしてきているのは確かなところですので、もう少しこのオミクロン株の特性といったもの、それからワクチン、ブースター接種ですね、それと経口薬、ラブゲリオ、メルクちゃん、これによって中等症、これを抑え込んでいくということが出来上がっているということもよく言われるところですので、まあ、ぜひそうした点についてもっともっと県民、国民の皆さん方に、我々もその責務を負っているんですが、国も理解を、またそうしたデータをしっかりとお伝えをする中で、やはり今後世界と違う行動をとっている日本と、これ以上言われ続けないようにですね、やはりしていく必要があるんじゃないか。ただでも、だから何でもいいということではなくて、確かに高齢者の方、あるいは既往症のある方にとってみると、このオミクロンのコロナで亡くなると、例えば前のデルタとかアルファとかの肺炎を起こして重篤化をして亡くなる、こういうパターンだったんですが、そうじゃなくてオミクロンにかかったことによって既往症が悪化をして、そしてその持病で亡くなる、まあ、徳島もそうした事例がありましたけどね、まあ、だからそこの点は注意しなきゃいけないので、先ほど会社の事例ということで申し上げたように、若い皆さん方で既往症のない方は確かにすぐに療養してもなお、しかし企業を持って家庭のない子どもさんたち、あるいは高齢者の皆さん方にそれを移してしまうと、仮に高齢者の方が持病を持っていたら、それが引き金となって持病で亡くなる、あるいは重篤化する、こうしたことがあるので、その点は注意しないといけないということになりますのでね、まあ、これからはそうしたメッセージ、やはりきっちりと出していければと。まあ、国の方にも全般、全国知事会をやって、そういったメッセージをもっともっと出してくれと。そういう意味では基本的対処事項、こうしたものをもっと変えていかないと困る。私も強く申し上げたところでもあります。ということは、まあ、その県内、まあ、そう4日連続200人超えという、まあ、気になる県民の方は多いと思うんですけども、まあ、それは例えば病床使用率の推移であったりとか、まあ、そういったところをより知事としても見てもらい、仕様としても注目してもらいたいなと。はい、ですから当然このアラートどうしていくのかと、今4日連続でしかも重症者ゼロということにはありますから、今4日連続で実は感染警戒のレベル2の前期、それも重症はそこまで15番ですからなってないわけですよね。だからこうした点もそろそろ、まあもちろんまだ4日連続ですから早いんですけどね、考えていかなければ間違ったメッセージを県民の皆さん方に伝えてしまう。いや、警戒レベル2の後期じゃないか、ね、まん延防止等重点措置検討に入る、そうした時期でしょうということになりますのでね、やはりそこのところはきっちりとデータを見て、そのためにアラート、レベルに、そして指標を変えたわけですから、そうしたものをしっかりと見ながら、ただし、先ほどご質問があったように、自宅療養の数、これが過去最高となっているわけですから、ここはしっかりとケアをできなければ、これはちょっとまた違った意味で、ね、
問題になりますので、そこはきっちりと医師会、看護協会、あるいは薬剤師、そして県としても対応をスクラム組んで行っていきたいと思います。すみません、NHK の会です。5歳から11歳のお子さんへのワクチン接種なんですけれども、はい、先月 の定例会見で都知事の方で県主導の大規模集団接種の対象に、まあ この子さんの教育かどうかっていうのは、市町村と協議して決めたいとおっしゃったんですけれども、今回のこの広域接種ということで、まあ県主導の大規模集団接種にはお子さんの対象には加える必要はないということで、はい、今スタートの段階では、先ほどはやはり小児科の先生方のところで打っていただくということがあって、その期間数、こうしたものもお示しをさせていただいたところであります。県内の小児科などの先生方63医療機関ということでね、でいよいよ受付開始をしている。そしてやはり小児科のないとか少ないという市町村もありますので、そうした意味では県内どこでも受けれるという体制を、いわば大規模集団接種のような、そういった広域接種という概念で今回対応させていただきますので、当面はまずこれで行ってみて、それでなおかつこれだと厳しいというお話がもしあった場合、ただやはり打っていただく人たちもね、子どもさんたちに打つわけですから、ちょっと大人に打つのとは対応が違う部分が出てくるかと思いますので、それまでの間にしっかりとそうした体制必要がありそうだということになれば、早め早めにそうした体制を取る。ただ当面はこのいわば大規模集団接種に新しい概念、広域接種という対応をさせていただきますので、まずはこちらで対応していただければ。分かりました、はい、あとそのワクチン接種、5歳から11歳の、子どもたちということで、親御さんの中にはやっぱり一部不安心配を抱えていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、それについて知事から何かメッセージが、はい、言葉ありましたか。はい、ネット上で私も拝見はしているんですけどね、私は小児科の先生ですと、これを打つのはどうか、どちらかというと反対ですっていうね、書かれている方もいるんですが、しかし日本全体としては厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会の方からもこれをやはり打っていくべきじゃないかと。ただ接種を受けるように努めるという努力義務ですね、これは今回見送られた。しかし自治体としては接種勧奨は行ってくれということにこれなったんで、我々がこう PR してぜひ打ってくださいという形になってますね。それと日本小児科学会の皆さん方からも効果があるということを言っていただいているということですので、もちろん先ほど申し上げたように何が何でも打ってくれということではなくて、やはり今保育の場であるとか、あるいは小学校、こうしたところでどんどんクラスターが出る、で多くの数が感染すると、しかもそこが家庭で家庭内感染を招いて、で結果として高齢者の方に移ってしまう、あるいはお父さんお母さん子供さんから移って、で無症状のままで、今日も無症状35名分におられますから、検温で常に測る高齢者施設で自由仕事してると、で熱を測ったけどもう無症状ですからそのまま入って、そして高齢者に広げちゃうと、こうしたことも例としてあるわけですので、結果としてやはり移るところかかりそうな人たちは防御してもらわないといけない。そして小さいお子さん全員にマスクをつけるっていうのはこれなかなか難しい、必ずしも健康上どうかということもありますから、そうした意味ではやはりワクチンを打っていただく、もちろんマスクをして防御すると、僕は私は大丈夫だ、ちゃんとするよ、それはそれ一つあるのかもしれませんけどね、という形で子どもさんたちを守る、そして何よりもその子どもさんたちの感染を通じて家庭内感染、そしてそこから今度は高齢者施設、あるいは医療機関、また障害者施設、こうしたところへ広げない、これが大変重要。そうしなければやはり死者が非常に今増えていると、東京大阪中心にですね、こうしたことを招いてしまうということになりますので、ぜひこうした点についてはご家庭内で前向きにご検討いただければと思います。
あ、こういう接種についてすみません。どの市町村に所在する医療機関でも接種できるのかあるんですけど、これまあ、サラゴチとかカミータとか、まあ、一部ない地域もある中で、これは拡大していくということですか、拡大していくんですか。いや、もうこの63で、つまりもともとない、小児科医がおられないので、だからもともとは各市町村単位でやっていく、そして打ち手を探してやってもらうんですが、やはり5歳から11歳、特に5歳、6歳の子どもさんに打つとなると、小児科の先生中心、あるいはその看護師さんが中心ということになりますので、となると小児科医のないところは結局打てないということになりますね。やはりそれはまずいということで、県内どこでも打てるようにということで、63医療機関を選ばさせていただいて、そしてそこであればどこでも行っていただけるという形を取らせていただいて、新たな概念の広域接種というものをさせていただく。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。